ロシアオムスク州オムスク出身。バーデンビュルテンベルク州マンハイム在住。キボジュ所属。ロシアオムスク州オムスクにて、ドイツ系ロシア人の家庭に生まれる。15歳から柔道、キックボクシング、テコンドーを経験。17歳でロシアからドイツに移住すると、1997年には世界キックボクシング団体協会のドイツ王座を獲得した。 2004年2月28日、プロ総合格闘技デビュー。2007年4月21日、UFC 初参戦となった UFC70 で、ジェス・リアウリンと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本負け。9月8日、UFC75 で、小谷直行と対戦し、左フックで小勝ち。2008年1月23日、UFC ファイトナイト。 スウィック VS バークマンでグレーメイナードと対戦し判定負けファイトオブザナイトを受賞した7月5日 UFC 86でメルビン・ミラードと対戦しパウンドによる TKO 負けを喫し UFC に連敗となった2009年1月17日 UFC 93でネートモアと対戦し右バックスピンキックでダウンを奪いパウンドで TKO 勝ち。ノックアウトオブザナイトを受賞した。6月13日、UFC99 で、デールハートと対戦し、チョークスリーパーで一本勝ち。11月14日、UFC105 で、ポール・ケリーと対戦し、バックスピンキックで、ケリーのボディを効かせチョキアリー状態に追い込むなど優勢に。 進め、スタンドで再開後のラッシュで TKO 勝ちを収め、UFC3 連勝とし、2度目のノックアウトオブザ・ナイトを受賞した。2010年3月31日、UFC ファイトナイト、フローリアン VS ゴミで、ロスピアソンと対戦し、判定負け、ファイトオブザ・ナイトを受賞した。2010年11月13日、UFC122 で、 アンドレ・ウィナーと対戦。左フックでダウンを奪うと、パウンドで追撃し、最後は、チョークスリーパーで一本勝ちを収め、サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2011年2月27日、オーストラリアで開催された UFC127 で、ジョージ・ソテロポロスと対戦し、3から0の判定勝ち。 ソテロポロスの UFC デビュー以来の連勝を7でストップさせた。2012年4月14日、フェザー級転校初戦となった UFC オンフューエル TV2 でディエゴ・ヌネスと対戦し判定勝ち。2013年7月6日、UFC162 でフェザー級ランキング5位のカブス・ワンソンと対戦し3四個負け。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 2013年12月28日 UFC168 でマニー・ガンブリャンと対戦し3から0の判定勝ち。試合後の薬物検査で禁止薬物である人重毛生後などトロピンの陽性反応が検出されたためネバダ州アスレチックコミッションから9ヶ月間の出場停止処分を受け試合結果もノーコンテストに変更された。 2014年10月4日、UFC ファイトナイト、ネルソン VS、ストーリーで、チャールズ・ローザと対戦し、3から0の、判定勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2015年1月18日、UFC ファイトナイト、マクレガー VS、シベルでフェザー級ランキング5位のコナー・マクレガーと、対戦し、TK o 負け。2015年6月20日、 ベルリンで開催された UFC ファイトナイト、イエンドレーチェック VS、ペンネで、フェザー級ランキング15位の川尻達也と対戦し、判定負け。2017年6月25日、約2年ぶりの復帰戦となった UFC ファイトナイト、キエザ VS、リーで、BJ ペンと対戦し、2から0の判定勝ち。ありがとうございます。